次の人。名前はチャイさん。そうです。職業はロックスター。ん、未来のロックスター。もういい？あ、はい。あっそう。アームストロングプロジェクトよ、バンダレーキャンパスへようこそ。よし。皆さん、ようこそアームストロングプロジェクトへ。テクノロジーと人体の完璧な融合、共にいい人生を築きましょう。では、バンダレイテクノロジーの CEO、ケール・バンダレイです。今日は歴史的な日、素晴らしい皆さんがより素晴らしくなる日なのです。我々のロボットパーツでバンダレイは常に人助けをしてきました。今回の参加者である皆さんは、人間がどんなに特別になれるかを証明する存在です。さあ行って、より良い人生を手に入れてください。彼の連れなんだ。スペシャルパス。名前に呼ばれたみたい。最高の人材を揃えるはずだろう。生産部に言われたのよ、実験台が必要だって。で、マーケルが手配した。レッカ様のせいすんじゃないや。目立ちたがり屋の開発部長残像に必要なのはインフルエンサーだ。なのにあいつらは負け犬だ。大丈夫？本当だな。失敗は許さん。不良品は出すな。なんだこのガラクタ。エラー発生。チェックポイントへお進みください。よっしゃ、チェックポイントってどこ？まあいっか、とりあえず行ってみよう。
前さん、オラがいい感じに積み上げた荷物を見に来たってか。それとも出口を探してるのか。なら回れ右して、お前さんの真後ろだ。めちゃくちゃされた、された。あなたのジャンプ、とにかくすごい。マジで今の手術きつかった。このダセー服とおさらばだな。ロボットアーム LX ダスト75、廃棄物の磁力選別機能。待って、廃棄物の磁力選別？異物混入の警告、不良品だな。連れて行け。それ武器？あ、違うと思う。こっち抵抗するぞ。待って、何？勘違いじゃなきゃ。1、胸にミュージックプレイヤー、絶対に何かの間違いだよな。2、プレイヤーでロボットアームが起動する。3、何もかもビートとシンクするようになる。それで
信じられないけど、曲が流れ始めるとなんかまるでステージにいるみたいだ。うわっ、今日も上げていこうぜ。チャイゴ登場。こいつのアタックはミュージックとシンクロするんだ。見てみたいよな。まずはワンビートで繰り出すライトアタック、つなげればコンボになるぞ。チャイ、早速頼むぜ。オーケー、次はビートに乗ってコンボを決めろ。パーフェクトのタイミングはこんな感じだ。決めろよ。今のはリハってとこか。次は頼むぜ。次は決めろよ。がビートからずれることはない。だが完璧なタイミングでアタックボタンを押せばボーナススコアがもらえるぞ。 OK、 いい感じだ。 Go to next。 お次はガツンとヘビーアタックいってみようか。こいつはアタック一つに2ビート必要だ。間のビートを聞き逃すなよ。余裕だね。いいね。じゃあビートに乗ってヘビーコンボ行ってみようか。 Go!もう一度。今のなし、もう一回。今のなし、もう一回。はずだ。もう一度。まあまあかな。フィーリングは悪くない。イエーイ、客は大盛り上がりだ。チャイ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 サインしてくるよ。 Thank you。 Thank you。 おっとや、これ誰がやったんだろう。不良品だ。違う、俺はただ、じゃあ行っちゃうよ。排除しろ。
あれ俺すごくね。てかとっととここを離れようっと。生産部のビッグボスレッド様だ。不良品がこの庭で野放しになってるらしいじゃねえか。いいか、その不良品を見つけたらバキバキに壊してこの道にしてやる。レッド様の庭で不良品は出さん。この目が黒いうちは。おっかねえ、こりゃ逃げるに限るね。やあ、そこの君、何か困ってないかな。え、お前何。僕はバンダレイの AI 冷蔵庫 VASF07 型キエルンって呼ばれてるんだよね。なんか緩い名前だけど。君のウェルビーイングを分析、君が満足できるようにサポート。ちょっと苦痛を伴う。おい、苦痛はやだ。君にはミュージカルロボットパワーが備わっているんだよね。僕は君の不良品アビリティを説明したいんだけど、どうやらビートに合わせて攻撃するのが君の課題みたいだね。課題とまでは言わないけど、ビートに合った攻撃は敵へのダメージが増えるんだよ。君にとっていい話だよね。人によってはビートを見つけるのが難しいこともあるよね。そこで僕からの助言だよ。攻撃は常にビートと同期している。そしてビートに合った攻撃はいいこと尽くし。攻撃がヒットする瞬間にもう一度攻撃ボタンを押せれば完璧。なるほどな。それでも難しい場合にはリズムアシスト機能を使うと良さそうだね。説明だけだとなんだし、僕でちょっと試してみない。俺に殴られたいの。僕は君のビートを受け止めるよ。さあ、ここにライトアタックとヘビーアタックを打ち込んできて。じゃあ次はヘビーアタックだね。思った通りだよ。さすがだね。よお、お前いいな。俺のことよくわかってるじゃん。君のことなら何でも見通し。次に会うのを楽しみにしてるね。どうよ。練習したいならまた声かけてね。僕はバンダレイの AI 冷蔵庫 VASF07 型助けが必要ならいつでも声をかけてよね。
商品か？動きが怪しい。かもな。お探しかな？やめろ！お、やるかい？さて、これからどうしましょうかね。ねえ、大丈夫？あの子を助けてくれてありがとう。助けはいる？お、ラッキー。こっから出たいんだけど。それならなんとかできそうだけど、お願い。ねえ、大声で会話するの疲れんだけど、なんとかなんない？いいわ、今アクセスパネルにハッキングした。スイッチを押してこっちに来て。アームストロングプロジェクトでクールなロボットアームがもらえるって言うから来たのに、なんで追われてんの？助けてやったろ。手を貸してくれるんだよね。あれ、もしかしてこれって失敗かな。よく逃げてきたわね。ここよ。じゃ、さっさと行こっか。さっき戦ってたよね。私とチーム組んで助け合わない？あ、てっきり。周りはセキュリティだらけ。助けてあげるよ。待て、ちょい待ち。おいおいおい、さっきのお前だったの？その、猫？違う、この子は八百屋。猫だけど私が作ったの。聞いて、言った通り。あのさ、確かにミュージックロボットアームの威力はすごいけど、でもさ、あ、一人の方がいいかも。ちょっと聞いて、バンダレーは何か企んでる。だからサンキュー。でも結構したの？待って、今の感じた。今のビート、すごいことが起きてる。待ってたぜ。お、そいつはお友達か？サンキュー八百屋、新しいスキルビートヒットのお披露目だ。こいつはコンボのラストを決めるボーナスアタック。コンボの最後、タイミングサークルに合わせてどれでもいいから攻撃ボタンを押すんだ。物は試しだ。やってみよう。
れてるね、プロだね。ビートヒットをクールに決めるにはカウントダウンをよく聞いて2つのサークルが重なる瞬間を狙うんだ。今度はヘビーコンボでビートヒット、好きなタイミングで始めていいぜ。これ超いいじゃん。ビートヒットはダメージを稼ぐ上で重要だ。ビートを感じる、そのフィーリングを忘れるな。やおやだっけ、なんか俺らいい感じじゃん。なあ、さっきの件考え直してやってもいいけど、ちょっとこの猫借りるよ。は？なんでよ。俺に協力してくれるんだろ。大丈夫、こっから出たら返すって。もう後で絶対返しなさいよ。新しい友達かな。君の友達は僕だけじゃないんだね。え、俺たち友達なの。それよりビートヒットができるようになったんだね。すげえなお前、マジで俺の心の奥まで見えてんじゃん。ビートヒットを発動できれば絶大なパワーを爆発させることができる。君が音楽好きならカウントを聞いてそれに攻撃を合わせられるかな。じゃなくてもタイミングサークルが重なる瞬間を狙えばいいよ。それでもダメならビートヒットが発動するまでコンボの要領で攻撃ボタンをビートに合わせて押すんだ。ビートヒットは必要になるから僕と練習しておこうね。まずはライトコンボから行こうか。君ならできるはずだよ。だ、今のなし、もう一回。ビーコンボに挑戦だね。君の輝きを見せてくれ。すごいパワーだね。僕ゾクゾク来ちゃったよ。はい、リフレッシュドリンクだよ。もっとやりたければまた声かけてね。できない。全部みたいね。そんなに悪い状況じゃないかも。オッケー、今のどうやってやったか後で聞かせて。説明不能。
お前の番だよ。どこか知らないけど逃げなきゃ。ここは生産部、外に出るには QA センターを通らなきゃ。見える？建物が多すぎる。どれかわかんないよ。建物に QA センターって書いてあるんだけど。ああ、そっか、あれに。でもあそこを通ると相手が待ち伏せしてるかも。外に出られるんだよね。レッツゴー。だけじゃここを出られないわよ。シンプルイズベストってやつ。はあ、今はそうじゃないでしょ。狙われてるんだから相手の裏を書く作戦が必要なの。じゃあ裏を書いて正面突破で。あんたバカなの？それは裏の裏で表なのよ。生身のケール社長だったんだって。生身じゃないお前がよく言うよ。マジでここにいるって。ってことは俺あの有名人に会っちゃった？会ってねえだろそれ。早く階段修理終わらせるぞ。